今日午前8時40分ごろ仙台市泉区大沢2丁目の国道4号線の交差点で横断歩道を歩いて渡っていた宮城野区鶴巻1丁目の会社員小田島徹さん48歳が左折してきた軽乗用車にはねられました小田島さんは頭などを強く打ち市内の病院に運ばれました警察によりますと小田島さんは事故直後は意識があったものの その後、容態が悪化して緊急手術を受け、現在も集中治療室で治療が続けられているということです。警察は軽乗用車を運転していた24歳の会社員の女性から話を聞くなどし、当時の状況や事故の原因を調べています。